始まるよ始まるよ始まるよ、コンアロマコンアロマあ、誕生日、夜桜さんおめでとうございます。ケーキなどぜひぜひ、いいんですか、バイオハザードとともにでありがとうございます。あ、またカメラが、コンアロマよいしょ、大丈夫かな大丈夫かな、お、コンアロマありがとうございます。始まる前に、ゲームをね、始める前にちょっと、あ、ひれえもんさん、やっほーい、ありがとうございます。桜のアロマと申します。猫が大好きです。ホラーゲーム好きですけど、でちょっとね、始まる前にちょっとね、一つっていうかお願いがございます。私の動画の概要欄にある配信のお約束というものを皆様ご存知でしょうか。ですね、これをねちょっと読んでいきたいんですけれども、4点あります。他の人が見て気分の悪くなる言葉遣い、1点目ね、煽り誹謗中傷荒らし行為、2点目、視聴者さん同士での個人的なやり取り、3点目、話題に上がってない活動者さんの名前、4点目ですね、こちら、控えていただけるようお願いしております。今のところですね、本当に私の視聴者様方はですね、温かいコメントをいつも面白くねしていただいて本当にありがたいと思っております。ただですね、ちょっと今日ですね、視聴者さん同士での個人的なやり取りが多く見られたかなと、私ちょっと、
気にしました。なのでちょっとですね、はい、そこをですね、私桜のアロマのチャンネルであるということを今一度理解していただいて、ちょっとね、あの、そうだな、ツイッターとかでやり取りしていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はい猫耳かわいい、ありがとうございます、桐山さん。ですね、さあ切り替えて、切り替えますねですね、昨日だ、昨日はどこまで行ったかと申しますと、なんやかんやってお父さんを倒すことができ、まあなんやかんやってお母さんも倒すことができました。で、今これから何をするかと申しますと、血清と呼ばれる、なんかこの細菌を治す薬を作るために必要なアイテムがあるらしいんですが、それを取りに行くところですかね。はいお父さんとお母さんを落としたんですよね落とした、まあまあまあ、でもそうね、そうかもしれないなあ、東条優さん、コンアロマありがとうございます。いらっしゃい。ひろしはひろしはさ、ひろしさんは、まあまあ難しいとこかな、そこね。なんて言ったって私がショート動画に上げちゃったからな、ひろしさんに関してはそこはちょっと申し訳ないな。あー、ちょっとグレーゾーンにしますかあれ、ゾンビファミリーとの恋愛ゲームじゃん。そう、昨日ね、ちょっと恋愛ものになっちゃったんですよね。なんか不思議ですけど。さあ行きますよ、じゃあ。ね、球界に向かわないといけないんですって。この腕を見つけないといけないんですね。はい。あるしね。あるしは私、桜のアロマとひろしさんが混ざった。待って、球界ってさ、こっち側から行けたよね、確か。でさ、なんかお母さんを倒す時に、そうそうそう、ここから確か行けたよね。みんなそんなにひろし、いや私も好きですよ、ひろしさん風のネタ、本当に。だからさ、そんなショート動画で2回も上げたんだしね。あ、そう、マーガレット戦がお母さんの戦いですね。そう、お母さんをなんとか倒すところで終わりましたかね、昨日は。よいしょ。で、こっちかな。今日は虫があまり出ないことにね、本当にそれね。うん。で、どこだっけ？あ、こっちか。お！ちょっと待って、ごめん、今うるさかった？うわ、ちょっと待って、いや、聞こえたみんな？違う。ピアノの音がしたんだよ。なんもないよね。これ見たっけ。一日中ひどい目になり、夜も眠れない、あの子が来てからだ。そういうの言う通り、あの子はどこかおかしい、一緒に来た女も。あの子がプレゼントをくれた。2階の一番奥、プレゼントは秘密の部屋に誰にも渡さない。あの腕はあの子の信頼の印。あ、見たな、見た気するわ。で、とりあえずそう、2階に行くんだよね。でもその前に、死亡回数10回、そう、やばかったんだよね、ほんとに。あ、違う、あっちだっけ？ここどこだっけ？祭壇か。あ、ん？あ、こっち。今日はスムーズに行きたいところですね。はい、ここですね。ここに、そのお母さんからいただいてきたこのランタンですね。を置いて、ドアが
開いたのかな。え、本当死なさすぎですか。嘘だ。だってお父さんやばかった。誰もいないよね。ちょっとワニにぶ落とせばいった。なんで暗くなったの今。なんもない。え、暗くなったよね。なんもない。なに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 な
なに。ボールだった。なんかある。マイファミリー、エブリンですね。あ、マー君、オルタナティブさん、コアロマー、なんもない、なんもないのか。銃の弾とか欲しいな。回復薬やと。そんなにぬいぐるみ必要？何がさ、これ船なんかな。なんか船が到着したとか書いてたよね。なんで揺れてるの？え、これ持てるの？なんで？何？触れないでおこう。あとない？あとない。一瞬焼き芋に見えた。何が？あ、そういうこと？船か？船か？もう可愛いクマさんは可愛いクマさんじゃなくなっちゃったよ。だってさっきの、なんで入ってるの。こっち何もない？なさそうだね。うーわな、うん。ああ、なになに。人形オーナー驚かせにかかってきてる。あ、ジョジョ好きさんでいい。ジョジョ好きさんなんか。こんばんは。全然全然、始まったばかりですよ。ゆっくりしてってください。何個落ちてくるの？彼女に何かが起きてる。あ、ツタハさん、コアロマー。自動ドア。あと、え？マジで何もなくない？アイテム。絶対取り逃してそう。暗いなぁ。ねえ、暗いよ。こっちに来ないで。どっちかわからない。まあでも間違いなく前だよね。前の方に来ないでっていう。ボール遊び好きだよね。もう、寝室？
この部屋の構図みたいなこと？一瞬封筒に見えちゃった。多分そんな感じだよね。構図的に。あ、でもなんか切れ目あるよ、ここここここ。え、押せばいい。おえよくできてます。押すなよ押すなよ、絶対押すなよ。のふりと同じ、確かにね。やればよかった。それやってから押したわ。じゃあ押すんだけどさ、はあ、あーこれ腕だ。待って、これさ、腕取ったらさ、いきなり襲ってくるとかないよね。マジか。多分これだな。いや音が、あ、いるじゃんやっぱり。出ないといけない。おー、追いかける。追いかけないといけないよね、多分ね。音が怖い。来ないでしょ。来ないよね。あ、結成つくないと。あ、え、でも、え、とりあえず戻っていいんだよね。あ、アンさん、ご飯。おーおーおー、待って、見つけたよ。本当にこれで結成を作れるのか。大丈夫、結成を作ったらここから逃げよう。一緒にトレーラーで待ってるよ。なるほど、分かった。あの外の車のとこに行けばいい感じですね。いやー、ちょっとたまもったいないことしたかな。もうちょっと逃げられたかな、うまく。戻ろう、とりあえず。え、ここも出てきたり しないよね。今日深呼吸してなかったわ。電話ね、いつも急に来ますよね、本当。どういうタイミングなの？人型の名前はモールデッドって言うんだ。私より勉強されてる。風の音にびっくりしちゃう。モールデッドか、気持ち悪いね。転化したものです。先ほどの仲間が失礼しました。ちょいちょい、うわーっと、だからさ、なんでそんなさ、おい、どこにいるんだ。いや、まあいい、
あとはお前が持ってる頭だ。これでミアが助かるんだ。じゃあ相棒、お前に教えといてやるよ。ゾイのやつはな、今ちょっくらお休み中なんだ。ミアと一緒に俺んとこにいるからな。まあそう心配すんなって、二人とも仲良くやってるぞ。今すぐ二人を離せ。どうするつもりだ。そんなこと教えねえよ。そいつは俺たち家族の問題で、お前には関係ねえことだからな。ミア、ミアはこっちの家族だよね。いいか、だってこの頭が欲しいなら俺んとこまで来てみろよ。そしたらくれてやってもいいぜ。ただその前にお前にやってもらうぞ。ちょっとしたゲームをな、お前のために考えてやったんだよ。ありがた迷惑。ゲームだと。ああそうだ、ワクワクするだろ。そう焦んなって、ゆっくり楽しませてやるからよ。まず最初にやることを言うぞ。相棒、そのトレーラーの冷蔵庫の中に何が入ってるか見てみろ。ふざけやがって。おいおい、なんだよ、しらけさせんのか。もっとゲームを楽しもうぜ。いいから、とっとと冷蔵庫見やがれ。勝手なやつだな、まったく。ニートとのハーレムエンドじゃないんだよ。昨日の恋愛ゲームとか続きやばかったもんな、マジで。え、警察官補佐の人でしょ。あ、なんだ、地下の解体室でポリコーが待ってるぜ。また地下行くの？また地下行くの？もう地下やだよ。とりあえず、なんか持ち物、グレネードランチャー持ってった方がいいかな。でも結構邪魔になるよねこれ。いいか。いやー、ハンドガンだけでいけるかな私。地下本当に嫌なんだけど。地下が一番嫌。あ、そうそうだよね、みんながついてるよね。どうもあの時のワンカンです。今呼びました。呼びました。保安官のとこに向かわないといけない。地下か。地下こっちだよね。あ、こんばろー。難易度下げますかって出ました。いや、出てこないです。なんか難易度下げられないかもしれないです。てか下げられないって言われたかも最初。そうだから慎重に選べって。ノーマル選んだこと結構後悔したもん、昨日のおじさんの下りで。あ、てかここでセーブデータすればよかった。ここでセーブデータするか。ちょっともう一回だけ、こっちの方が近いもんね。頑張ります。いや絶対ね。え、本当？死にまくると難易度下げますかって言われる？え、じゃあまだ足りないのかな？昨日相当死んだけどね。銃がなくなっても拳がある。そう、一回さ、銃の弾なくなった時は本当に絶望したよ、私は。なんとかなるもんかなって思ったけど、なんとかなるわけないよね、だってそれ。いや、その時はなんとかなったけど。これ守るね、はい、解体室に行かないといけないから、まだまっすぐでよくて、ここのここをこっちで、これを左。
セーブ入ったよ。来るでしょこれ。おばあちゃんじゃん。こんにちはおばあちゃん。お加減いかがですか。拳で戦える。せめてナイフは使おう。ここだ。いない？なんもない？嘘でしょ？なんもないことないよね。あ、下行くからか。ちょっともう、自動ドア。なに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 ？あそこ保安官補佐いたとこだよね。死んでない。いや、こいつ倒さないといけないの？いや、めっちゃついてくる。倒さなくても よくない？死後硬直が進行しているのか、関節は凝り固まってびくともしない。甘ったるい匂いが鼻をつく。すでに腐敗が始まっている。ココミさん、こんあらまー。これ鍵取ったら絶対また来るかな。ゲットしたね。あの、なんかってショットガン、めっちゃありがたいショットガン。肉しかないけど。
敵さん仲良くなりたい。仲良くなれなくない？だって。で、ルーカスの2枚のチケットを探す。2枚のチケット。なんか言ってたね、そういえば。私、わーわー言っててさ。あ、でも待って、違う。あれじゃん。蛇の鍵手に入れたから上行けるんだよ。戻ればいいだけでしょ。無事に戻れるかわかんないけど。ファンデスじゃないんだよ、絶対。嘘でしょ、そんな敵見たことないけど。これを言って。あ、違う違う違う。こっちだ。なになになに、なんかいる。こっちから行こう。あ、待って、こっち違うわ。方向音痴、方向音痴、頑張れ。こっちから確か行けたでしょ。いけるいけるいける。いや、さすがに、さすがにちょっと桜のアロマさんでもちょっとあのファンはきついかな。さすがにね。話せば分かり合える？本当に？分かり合えてたらこんなことなってなくない？だって。そうかな。ファンになってくれるかな。ヤンデレ？ほんと？そっか、ヤンデレさんに会ったことないからさ、なんか、どう対応していいのかわかんないな。敵はアル中だったんかな？確かに。で、カラじゃない、ヘビ。ヘビの鍵は？あ、2階か。2階の、夫婦の寝室と子供部屋。はい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 。ファンサかー。ファンサ。なんで普通に、なんで普通にうろついてんの？なんで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 ？え？こっちにもいいの？なんかいなくなってない？なんで？いるの？ちょ、待って。あ、ここでも明るい。明るい。あ、なんか、ちょっとが。4月2日、母さんに町の病院に連れてかれた。変な機械で頭の写真を撮られた。おもちゃ屋で259個目のパズルを買ってもらった。多いね。薄のローオリバーに、お前は頭の病気だってからかわれた。バースデーパーティーと嘘ついてオリバーを家に呼んだ。屋根裏に上がらせてからリモコンで外から閉じ込めた。オリバーのやつベソを書いて出してくれよルーカスだって。これあれかな、あの長男、なんかニートみたいな人。ゾイが勝手に入らないようにはしごのリモコンを改造した。発明大会のトロフィーと合体させたから絶対に見つからないぜ。なんかさ、もったいないよね。そんなに、そういうさ、才能とか普通にありそうなのに。野生のミッキーいた？本当？見逃しちゃったな。すごくない？だってほら、このトロフィーいっぱいあるんだよ。もらってみたかったよ、私も。ハンドガン玉やった。こっちに入れといた。あれ、ちょっと待って、入れらんないのか。こっちはないのか。もともと狂ってる人はいないと思うけどな。まあ、わかんないけど。お、
こんなとこに。何？あ、これトロフィー？なんかさっきトロフィーがうんたらかんたら言ってたよね。これ壊れてる。あ、ハーブだ。はい、そっちじゃない。なんもない。オリバーは静かになった。たまに天井をコンコン叩く音がする。すごく臭い。屋根裏から変な汗が垂れてきた。リモコンのトロフィーをまた改造した。これで夜寝るときもピカピカだ。トロフィーの代わりにさっき腐った腕もらいました。いやー、あれはちょっと、ビデオテープ、ここに来てビデオテープか。はあ、セーブ入っちゃった。あ、なんか私が苦手なやつだね。なんか合わせないといけないやつ。あと、あ、なんかある。嘘、もう持てない。そっか、ビデオテープ取っちゃったから。薬液ないしね。でも薬液欲しいな。お、アレさん、コンアロマ。全然まだ序盤なんで。え、待って、これど、人の形に、なんかこれ今までと違って一番難しいんだけど。あ、ちょっと違う。違うって。これさ、これ本当に苦手なんだけど、なんかでも近いよね絶対。あ、これが反対ってことは、これを反対にすればいい。お、来たー来たー。なんかちょっと惜しい感じしたけど、でも来たー。開ければね、開ければこっちのものですから。え、でも待って、あれもさ手に入れられないね。え、これ一回戻んないとダメか。あ、精神襲撃薬使って。でもどっちにしてもだな。いっか、精神襲撃薬使って、これ取って。何？あ、またボールか。これね、もったいないな。でも薬液、ガンパウダー、ボックスにいっぱいあったから、これ捨てよっかな。薬液の方がちょっと大事。オッケー。え、待って、なんか他にもある。何？改築工事。何、メインホールって。でもあれだよね、影のやつね。仕掛け扉の設置。でもよくやったよね。何これ、なんか使うのかな。おもちゃ、おもちゃだって。やだなあ。あそこ銃じゃないと無理じゃん。僕を撃って、僕を撃ってよって最初に言ってたやつ。あれ使うのかな。じゃあどっちにしても戻んないといけないんだったら、ガンパウダー捨てる必要なかったね。使うのかどうかは分かんないけど。ここにも何か。サプリメント、サプリメントはそんなに使ってこなかったから大丈夫かな。どこにあるんだそれ。
ハンドガンの弾やった。まだ全然取ってないやつがいっぱいある。バーナーか。まあ、バーナーは別に。お、エビさんこんばんは。ありがとうございます。え、兄貴を殺すのにおもちゃが十分らしい。うそー。あれで倒せるんだったら持ってくけどさ。あ、でも待って、あれじゃん、ビデオテープ見ないといけないから、ここで見るか。でも基本的にビデオテープ中入んないといけない。よし、やるぞ。あ、シグシグさんこんばんは。さあ何かな。バースデーだって。よよ相棒、お前はマジでよラッキーな野郎だぜ。いやマジお前が羨ましいよ。なんだ信じねえのか。嘘じゃねえって、絶対楽しいからよ。これってもう狂ってる時なんかな。お前のためにな。あ、ケイさんお帰りなさい。おいおい、なんだやめろよ。そんな顔すんなって。いじめっ子の顔だ。いじめっ子の顔。閉じ込められた。出られないですよね。誰？夢の国？あー確かに、なんだっけ、あのホーンテッドマンションみたいな感じ。うん、暗いな。なんかケーキあるけど。うわー、なに？辛くて苦しい死に方をしたくなかったら、ここから脱出しないとゲームって。母じゃないんだよ本当に。まあ、名前はまだ仮だけどな。ルールは簡単、ろうそくをつけてケーキに立てるだけ。いいか、ちゃんと笑えよ。お前のパーティーなんだからな。誰が求めたよそれを。マジでさ。このろうそくで火をつければいい。なんかビデオと同じことしてイーさん死んでた。あ、え、イーさんこれあれなの、この後。そうか、この後あったっけ。確かに私も誰かので見たかもしれない。うわあ、いやでもちょっとびっくりするなそれ。ちょっとなんかとりあえずろうそくの火つけたいけど、これいけそうだよね。なんかさっき思って見てた。いけ、え、あ、このビデオヒントにこの後謎を解け。はあ、考えられてるね。じゃあちゃんとビデオにも意味あるんだ。何これ、指が一本足りない。ここさ、ネジいけそうじゃない？おう！あ、夜桜さん、おつあろう！ありがとうございます。え、なんか変わった？指が一本ないからダメなのかな？なんもない？出ないか。気持ち悪い。え、ハムシいるし。うわー、あー、なんかある。うわー、これはアトラクション。本当に勘弁してくれよ。あ、そうだね、
ネタバレはそうだね、ちょっと言わないでおいてもらって、ちょっと私がどうしても積んだらお願いするかもしれないです。アイテムスロットで見えな、水出ないし、はあ、いや、しかもこれ使いたくないな別に。あとは何これ、何出てんの、あの人形可愛くないよ、やばいですって、あの人形可愛くないですって、いや、わかんない、可愛い人から見たら可愛いのかな、彼女の手作りか、じゃあ可愛い。なんか楽しそうだけどな、このパーティーの感じは。何？待って、ろうそくはさ、え、これ焼けるでしょ？え、無理なん？え、無理？こう、あ、無理？あ、ろうそくをやるってこと？あ、はい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 。ね、愛情はね、込められてるもんね。うわーなー、びっくりした、風船多ない。お、あ、これろうそくで割れる感じ。え、なんかある風船。あとない、なさげ、なんかコードが分からなければ開けるのは難しそうだ。ハッピーって書いてるよ。ハッピーバースデーじゃない、バースデーでもあれか、文字数的に違うか。風船、風船ここ使うのかな、やってみるか。あ、いけたいけたいけた、なに、なんかめっちゃ、バースデーどこ行ったの本当に。え、でもペンでも指がないんだよね、これ。あとなんか、ここつけられるのなんもないしね。やっぱこれか、望遠鏡をなんとかしないと。なんか出てるし、いやー、これ何出てんの、悪い予感しかしないよな。これもわかんないしね、なんか、暗いしな。何も見えんよね。むしろ今、待って何？あ、え、あ、え、あ、そういう感じね。ちょっと今変なとこ行ってたわ。綺麗になった。やった。これ、あれじゃない？あれだよね。やった。正解。なんか持ってる人と、なんだろうあれ、なんか赤ちゃんはわかりやすいね。なんか持ってる人と、なんか塔みたいな。おお、あ、違う、なんか持ってる人と、あ、これだね。
なんかとこれじゃないな、あれこれじゃなかったよね確か、なんかなんかも、あこれかな、これっぽいと赤ちゃん、赤ちゃんこれで、おいダメだよそんな、ネズミランドさん厳しいんだから待って今何手に入れた、わら人形、これ火炙りだろ、あきら、うお、いやーやだけどなー、こればっかしはね、これ燃やすよね絶対、何かな、あ指、指だ、わら人形から指出てくんの怖いけどな。で指をつけて、で羽ペン持たせて、う動かせばいいんかな、俺の指は怖すぎるやだー、大丈夫な、出なくて、え、まるが、え、待って、今コントローラーめっちゃ振動してる、え、このピエロ、このピエロ怖っプーさん怖すぎでしょおしゃれか、ルー待って、スペルがさ、ルールーサー、ルーザー、ルールールーいいだよね、ルーサー、これで間違ってたらちょっともう一回確認しに行こうかな、あいけた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 、なんかある、パルプ、はい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 、これあれでしょ、ね、あ負け犬って意味なんですか、そっかそっか、嫌な意味だ、でパイプをこうつけて、でこれ出なくなったね、出なくなったよね、 OK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  で、やっとろうそくを、お、え、なんか何、 なんでこんな暗くなったの、はあ、刺せばいいんだよね、刺して大丈夫、やばい、やっぱなんかガソリンかなんかだったでしょあれ絶対ね、
やだこんなハッピーバースデー誕生日をちゃんと祝ってあげる温かい家庭を築こうと思いました。確かに深いね。そうだよ、みんなそうしよう。怖い。え、この後来んのか。やだな、そんなゲームに参加したくない。こんな誕生日は嫌だよ本当に。いや、長ない?大丈夫?この後そんなになんか重いやつ来んのかな。パリピの誕生日こんななの?嘘でしょ?もうそんな私、いけないよ。いや、いけないんだけどね。陰キャだから。パリピの誕生日に参加はしないんだけど。上手に焼けました。怖い意味でね。おお、戻ってきた。何するんだっけ?あ、そっか。ルーカスの2枚のチケットを探す。だけど、一旦、行ってないところがあるから、そちらに行きましょうかね。でもちょっと、いっぱいだから、やっぱ置いていきたいな。また出てくんのかな?いる?あいつら下に。あ、いなさそうじゃない?いないね。え?いや、いるわ!今落としたもん!だよね!もう、私は、逃げのアロマでいいや。戦う必要ないもんだって。もう少しで誕生日なのにこんな言われ方したら引きこもりになっちゃう。確かに。でも引きこもってた方が、なんだったらこの世界は安全かもしれないね。はぁ、怖。ショットガンの弾、もうちょい入れられないかな。あー、でも3発か。今の友達になりたかったの?マジか。それはちょっと気づけなかったなぁ。回復薬2個でいけるかな。いやでも薬剤ないから、薬剤じゃん。いやでも薬液ある。ハンドガンの方が大事だな今。ガンパウダーにしよう。生きてたら親友になってそう。本当に強いなそれは。でハーブをしまうか。ショットガンの弾欲しいな。バーナーもう使わないかな。使わないような気もするよね。もう虫出てこないでしょ。称号として逃げのアロマ獲得しました。やったー。大事だよ。バーナーなしで。グレネードランチャー入れとくか。でいっかなー、とりあえず。おう、リロードしとこう。でー、はいはい。あ、そっか、これ以上入れられない。時々毎回エヴァ入るんだよね。そう、私がさすぐに逃げるから。どこから出てくる?どこから出てきて?え?どこから来た今?え?え?え?上?もしや上にいらっしゃる?あ、いる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 。
開けさせてもろて。大丈夫だよね。おばあちゃん、今度はこちらの。明るい部屋いいね。すべての時計と同じ時に。これをってこと？あ、これをっぽいな。こんにちは、おばあちゃん。ハーブだ。旦那さんかな、おばあちゃんの。ジャック海兵隊入隊記念に。真面目そうな。メイク品あるね。おばあちゃんメイクするのかな。あ、でも寝室、お母さんかな。おお、キーピック。こっちは、あ、みんな大好き。イエーイ、あー、すばらしい。お宝の写真どこだ。いや、リュックいいな。あと3個ぐらいあればいいのに。え、何、え、鹿の、鹿、カラスのとこ。ああ、はいはいはい、これゲットしたやつでしょね。このこれ、グレネードランチャー。なんもない。ハーブ、黒いかしら。時計か。なんか時計あっち側にもあったよね、確か。あ、そうそう、あっち側、あっち側。これ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 。え？10時15分だね。全部の時計そうなんかな。ちょっと目悪すぎてあそこわかんないわ。でも一回いっか、10時15分で。やってみたら。時計を、あ、こうですね。10時15分。はい。おお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 。これ来そうじゃない。これ来そうだよな。大丈夫か、これで。いや、でも、まあ、弾あるしな。ショットガンもあるし。行くか。広いね、この部屋、本当に。この部屋ってか、この家。家全体が広いもん。待って、嘘、一方通行。絶対なんかあるじゃん。そう、今脱出ゲーム中。もうすぐ自動ドアにするのやめてほしい。本当に暗いんだよな。暗いんだよね。はい、あったね、一つだけ入れない扉のところ。ああ、ひどい匂いだ。あ、なんかよくわかんないもんな。あ、
ここ来るか。ここ来そうだな。でももう戻れないから、待って、私ちゃんとあ、小なりかえなりさん、コアロマちゃんとちょっと道覚えとかないとさ。作業場から、まっすぐ出て、まっすぐ行って、右に曲がる。オッケー。まだ出てこない。まっすぐ行って、右に曲がる。まっすぐ行って、右行ったよね。違うとこ来た。ここどこ？あ、でもここどこだっけ。わけわかんないとこ来ちゃった。今戻るか。あ、ハカさん一旦抜けます。ありがとうございます。お疲れです。こっち行って、ここはマーメイドラグーンで、確かにそう考えると楽しくなってくるかもしれないね。ここをまっすぐ行って、で、これをこっち行って、あ、で左か。オッケー。ほら、なんか声聞こえるんだよ、もう。大丈夫だね。セーブデータ。セーブしよう。なんか、お宝の写真、あれだ。みんな覚えてて。しまっちゃおうかな。存在に気づいてほしいもんよ。そっか、ちょっとそれは遠慮したいな。これね、なんか、マネキンだね。帽子かぶってるマネキン覚えとけばいいかな。大声出さないでね。私は出したくないよ。で、蛇の鍵もう使わないかな。開けたよね。ガレージはもう食べてたし。ここも全部見たでしょ？夫婦の寝室。うん、使わなさそう。ほんと、ここが安心するよ。もう一番、実家のような安心感。よし、で、セーブして。あの鳴き声はご飯にできたのでは、強すぎるでしょ。あれご飯にできたらもうさ、どんな世界でも生き抜いていけるよ、きっと。間違いない。外出て。なんで電話鳴るの？来ないよね。電話中はやめてほしい。モールデッド。よーい、もう。いいか？その2つの基盤でパーティーに参加できるからな。遅れねえようにな。ミアと話をさせろ。まあまあ、そう焦んなって。その前にまずはパーティーだろ。パーティーの場所はどこか分かってるよな。中庭から入れるぞ。ほら、さっさと行けよ。みんな待ってんだからな。もう。いや、ルーカスがパリピ代表ではないよね。なんかいる！なんかいる！頭使っちゃった。もう2個しかないのに。
いない？いや、またセーブしようと思ったけど、やめよう。セーブしすぎ。ここでしょ、明らかに。Welcome to Paradise。 何がパラダイスなんだよ。めっちゃうるさいじゃん。え、まだいる？今んとこ大丈夫そう。手作りのオムライス作ってた？ほんと、手作りのオムライスはちょっと食べたいけど。うるさい、ガヤガヤしてる。そういうとこ苦手。うわ、なに？あ、チカチカする。うわ、チカチカする。うわ、パリピだわ。え、いや、夢の国は好きなんだけどね。不快だわ、不快な音楽。近いね。毛穴綺麗だね。なんもなくない？ツルッツル、赤ちゃんのようだ。あ、必要なやつだよね、多分ね。めっちゃ楽しそうだな。あいつは特別なもんだと思ってるが、違うんだな。何も特別じゃねえ。何？何？この力の方がな、特別なんだ。なん？わかるか。言っとくが、みんながみんな元に戻りたいっていうのは、同じ証拠意みたいな。なんだエブリン。あいつに見せてやってたんだよ。元に戻りたいやつばっかじゃねえって、あいつに教えてやろうと思っただけだよ。今ちょっとヒーさーんのとこで笑っちゃったじゃないですか。親父、お前らを見つける前なんかにはな。みんなが昔に戻りたいわけじゃねえんだ。だから、だからいいさ、いいさ、いいか。お前なんかがいくら必死になってこんなボロ屋の中探し回っても、お前が手に入れたかってる材料なんてもう何一つ見つけられやしねえよ、いいさ。結成を作りたいか。まあそうだよな。そうですね。ね、肌綺麗だよね。俺んとこに来ねえとな。わかるか。ほら来いよ、こっちに来てみろ。よくこの至近距離で怪我しなかったな。はあ、ね、スキンケアは気になるな、私も。はあ、何もない。なんかあるんだけど、何これ。
ショットガン、ショットガンありがたい。あ、こっちじゃない、こっちだ。なんかあのマネキンとかのっぽいけどな。え、ほら、え、今のクラーノ？貴重な回復薬がちっ。え？え、じゃあどうすればいいの？めっちゃ遠くだったらいけるみたいなこと？白うさぎさんこんばんは。なんか今爆弾が、え、どんくらいの距離だったらいけるもんなのかしら。この距離ダメってことでしょ。ちょっとこの距離でやってみるか。あっ、食らわない食らわない。あ、待って、私これさ強い方のやつでやってた、もったいない。こっち使う。肩だったらいけるんだ。なるほど。回復が。ハンドガン、ありがたい。しゃがんでいく。なるほど。確かに、いけそう。でも、いけそうだけどさ、敵が出てきたらさ、やっといた方がよくない？ここ。壊してた方が。だからちょっともったいないけどやろうかな。あ、なんか写真のお宝のところっぽくない？帽子の。リペアキット？え、あれじゃん、銃直すときに使ったやつでしょ。またまた、なんか壊れた武器あったっけ、他に。逃してんのかな。え、これ、え、なんか縦と横ある。この盾どこ？あ、はい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 。くらいかな？ないね、あと。な、なさげ。ハンドガン。ニートの頭はリペアで直せないんですかね。確かに直せたらね、よかったのかもしれないけど、ちょっとそれはそれで怖いかな。よいしょ。なんでこんなとこにあるの？え、できない。え、できない。ううう、しまって、痛くそう。え、待って、嘘でしょ。あ、そういうことあるんだ。死ぬかと思った。え、じゃあハンドガン使うしかないじゃん。昨日あまり見れてなくてさっき来たんですけど、あ、いらっしゃい。すごく上手になってて、すごい。本当ですか、よかった。もう昨日のおじさんの戦いが生かされてるかな。あ、フォト先輩いった。マジか。ここからまたなんか来る？え、なん、なに、もう斜めだね。ん？どこ？あ。はい。え、こっちなんもないよね。うん、なさげ。普通のやつと違いあるのかな。え、待って、これどうしたらいいんだろう。あ、これしゃがんで
いける、いける、取った、取った、取っただよね、これ。え、いけ、いけ、よー、やっぱしゃがんでもいけるんだね、ありがたい。なんかアイテムボックスあるけど、なんでこんなとこに。なんか作れないよな。でもリペアキットいらないな、別に。いやー、回復薬液が欲しいな。ハーブだけいっぱい持っとくか、とりあえず。あ、で5個でしまおう。ルーカスはサプライズ好きのいい人なんだよ。ほんとに？そっか、サプライズね。サプライズ、確かにサプライズ嬉しいこともあるかもしんないけど。あ、ここあれだね、あのハッピーバースデーのところ。よ、おパスコードがいるんだろ。そうだな、0814はどうだ。いや待て待て、06、いや21だ。いや信用できないでしょ、こんな。違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。やだよ、そんな。何何、何もやってないじゃん、だって何もやってないよ。何何何何、え、あれ食らってたら即死したんかな。おお、隠し部屋って隠しドア多すぎない？はあ、ね、罠怖すぎる、ほんとに。あ、セーブ入った。いや、怖いわ。あ、でも大丈夫だ。あ、薬液あるよ。おお、ほら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 。そんな仕掛けいらない、ほんとに。で、回復薬、回復薬作って、大事大事。気持ち悪い。あ、でも爆発しない。え？せんないよね。え？ないよね。そんなサプライズいらない。え？ないよね。怖いんだけど。え、なんか線あるよ。何？あぁ！聞いてない。ちょっと待って、聞いてない。聞いてない、ちょっと待って。ちょうどさ、線あるとこに来るなんてひどいよ。もう来ないよね。もう来ない。まず。これ、これさ、当たんない？大丈夫？この距離。あ、大丈夫だ。はあ、あ、さすがロー、ありがとうございます。あ、おやすみなさい。ありがとうございます。はあ、何ここ。広いんだよなぁ、どこも。ルーカスによろしく言っといてください。待って、怖っ。近い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 。え、この距離大丈夫？あ、不発しちゃった。この距離ダメなんだ。え、見えなくない？だって。一回入ってから。待って待って待って、違う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 、あっちもあるある。
で一回通って待って、ある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 難易度高くなってきた。で、大丈夫かな。で、あっち側二つあるな。あそこやる意味あるのかな。あ、待って、ここって危ないか。ちょっと、え、どこだっけ。あれか、あれあれ、不発しちゃった。ちょっと銃がもったいないな。え、ここだよね、あそこ。え、あれじゃない、待って待って待って、あれ、こっちからじゃないって撃てないの。これ当たんない、当たんない、当たんないわ。なんだ、じゃあこっちからやればよかった。銃の無駄遣いしちゃった。え、これもちょっと疑心暗鬼になっちゃうわ、私。ああ、だよね。やっぱ、ちょっとさ、信じるとことさ、信じられないとこちゃんと分けないと。ステロイドだ！やった！使おう。もうステロイドが一番嬉しいかもしれない。いや、リュックとどっこいどっこいだけど。あとないかな。ないね。ナイスー。いや、ここ出てきそうだよな、絶対。何？何小屋なの、ここは。え？いや、でも大事に使わないと。早逃げのアラマーだからいや、あれだって戦う意味ある。セーブデータ、みんな大好きセーブデータ。ここにもビデオデッキがある。はあ、セッター多くなかった今だって。キーピック、あ、コインはいいかな。でー、とりあえずいいか。で、セーブしてね、安心安全のセーブ部屋。本当にもう実家、ここがふるさとの実家ですよし、 OK だね。でも下にも絶対なんかありそうだけどな。でもうじゃうじゃいたらなんかやだ、行きたくない。そんなにまだアイテム困ってないし。なんかまたあれ爆発みたいなやつない？何あれ。え、セーブ入った。あ、でも爆発系じゃないみたい。どこ行けばいいんだ。え、やっぱ下なのかな。はあ、なんかありそうだ。下からジャンプしてきそう。それはつ、あ、大丈夫だった、ここは。あ、薬液、薬液やった。薬液で、でもどうしようかな。やっぱ回復薬かな。銃弾でも、あ、弾少ないか。弾少ないな。弾にするか。よし。上から落ちてくるパターン、本当にやだな。
もう驚かせにかかってるもん、それ。あと見てない。やっぱ下か。そうだよね。やっぱ逃げてるだけじゃダメか。いやでもさ、でもさ、え、待って、上から来たんだけど。こっちになんかある？え、なんもないじゃん。なんもないよ。いや、ダメだ。逃げよう。なんもなかったよ、だってなんで上から。本当だよ。フラグ回収するの早い。え、どうしたらいいんだろう。え、なんか来てる、来てる。あれ、でもさ、待って、こっちって行った？いや、こっち行ってない、こっち行ってない。だってなんか変なのあるもん。あ、来てる来てる。ここ、ここ降りたらいいんじゃない？はい、ちょっと高いな。あいつ来る？来ないっしょ、まだ。あ、大丈夫だ。バーナー？嘘、置いてきちゃった。使うの、ここ火。なんかあるけど入れ込む感じだね。はあ、なんか絶対来そう、ここ。ね、バーナー、めっちゃバーナーが出てくるんだけど、バーナー持ってこなかったよ。何？ん、ね、また使うのかね。バッテリー出た。これじゃない、入れるの。そう、広めの場所ね、来そう。 あとセーブで、バーナーばっかだ。え、虫また出んのかな。嫌なんだけど。うー、ちょいちょいあるんだね。ハーブだ。あとないかな。じゃあやっぱあのバッテリーつけたら絶対なんか来るよ。これは間違いないね。だってバーナー、バーナー持ってくればよかったな。はあ、私にはこれしかない。でもあのさ、お母さん一応はお亡くなりになったんじゃないのかね。違うのかな。はあ、よし、行くよ。うわー、なんでだよ。暗い、なに、暗い、なに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 、どこから、なにが、なにが、なんか来てる。
痛い痛い痛い、ちょっと待って待って、今立っちゃった。いやいや、ドド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 、早いな意外と。ちょっと待って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 、え、来る。何悠長なこと言ってんだこいつ。彼女を見つけてくれるって。痛い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 。硬くない？全然知らないんだけど。あ、なかった、もうない、やばいやばい。もうちょっとそうだけどな。ちょっと10、10、10、10。ないです。アイテムくれないですか、どなたか。ナイス、ありがとう。パチパチ、ナイフ戦ナイフ戦はあいつに、あ、ここ行けるようになってる。え、なんかないの、弾。あ、弾がないですか？何か、何か、何も、なさげ。はあ、そっか、大丈夫かな、このままいけるかな。あ、ナイス、みんなありがとう。まずいよね絶対。本当にない？ちょっと一回上確認しよう。でも一回上確認したんだよな、あれからまた増えることはないよね。なさげだわ。しゃあないね、これは。行くしかないもん。よし。上に行くのかな。グレネードランチャーだったら一発あるけどね。いざという時のグレネードランチャー。俺を使え、頼もしい。違うだつ。何か、あ、オートセーブ入りましたよ。ナイフね、投げられたらよかったけど、でもナイフ投げたらもうそのナイフなくなっちゃうからダメか。なんもないの？なんもないの？なんもない。ナイフじゃない。なんもないよ。なんか怖い後ろ姿が。拳か、拳よりはでもナイフの方が強いんじゃない。サプリメントか、サプリメントはちょっと別にな。あ、でも薬液ある。ガンパウダー持ってこなかったな。アイテムボックス欲しい。じゃあ何もない。拳はなくならない、確かにそれは間違いない。なんだ、なんか書いてるね。1408、次はお前だ。これがパスワードですね。
私のメンターでよければ。それは使えないですよ、さすがに。申し訳ないもんだって。押せばいいのかな。元彼の保安官のナイフで乗り切る。いつから元彼になったんだよ、保安官が。確かに序盤で何回かね、腕切り落とされた。あ、ここのさ、アイテムボックスでガンパウダーを、ガンパウダー、待って、ガンパウダーさ、私いっぱいあると思ってたらなかったんだけど。嘘、マジか。じゃあ、どうしよう。結局積んだかもしれんな。まあ、まだ回復薬がありますから、私には。あ、待って、番号忘れちゃった。なんだっけ ?1408? ちょっと一回やってみよう。これ間違えたらさ、即死とかないよね。いいよね。あ、合ってる。あ、よかった、ありがとう。もう頼りになる。もう。ナイス。オッケー。入らないといけないんだ。今度はお前の器を試してやるぞ。だから、ズルック禁止。持ってるもんは全部どっかに置いてこい。だからアイテムボックスあんの？怖っ。用意周到だね。マジで？全部持っていっちゃダメなの？回復薬も？ハーブ許されたりしない？一旦さ、この回復薬だけ。ダメか。回復しとかなくて大丈夫かな。どうやってわかんのそれ。どうやってわかんだろう。いや、もうわかってるもん。ここの部屋一回来たよ私。あ、落とせばいった。ここ閉まんない。うわ、待って、閉まれちゃう。じゃあ、楽しんでくれよ。あ、暗くなった。暗い。拳か。どうも、ピエロさん、こんばんは。とりあえずあれでしょ、あの説明を聞かないといけないから、一旦こっち、はいはいはい、行って行くでしょ。でえ、よし、いいか、はいはいはい、ここらでちょっとしたゲームと行こうか。と言ってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。はいはい、いいからやろうめ。おいおい、イーサン、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いや、まあよくわかんねえけど。気にするタイプじゃないでしょ絶対。てかさ、なんかさ、この壁とかあったっけ。なかったような気しない？これ何かあんのかな。いや、なんもないか。なんだ。でもこれはさ、取ったらまずいと思うんだよね。だってこれ絶対炎でしょ、あの見た感じ。おお、びっくりした。あの液体がなければさ、いけれるんじゃないの。まだそういうことじゃない。で、私はもうここが初めましてじゃないから、1回目もやってるからね。でもここは取らないといけないのかな。いけないのかな、さすがに。いや、2度目も嫌ですけども。
ダメか、取らないとダメやっぱり。で、洗うでしょ。はいはい。でもこれさ、あ、これ取らなくてよかったんじゃない？だって同じじゃんあれ。ここ同じってことでしょ？なんだっけ、あのなんか人の、そう、これと塔みたいな、これかと赤ちゃん、赤ちゃん、これこれこれ、うん、変わらないじゃん。で、この中に指入ってるから指やるんでしょ。え、でもさ、ね、同じだよね。だとしたらさ、ルーサーだっけ、ルーザー、同じだからさ、やる必要ないんじゃない、わざわざ。え、同じでしょ、だってあの風船とかもさ、特にやる必要あるんかな。とりあえずあそこ部屋行こう、やってみようか、とりあえずね。え、全然つかないじゃん。そんなつかなかった、怖っ。ね、打ってみよう打ってみよう。ありがたい。オッケーオッケー、それでもう LOSER ね。ありがとうございます。もう風船なんてどうでもいいわ。よいしょ。 LOSERER、 開くね。本当に同じなんだ。はいはいはい。で、取ります。じゃあやっててよかったんだね。だってやってないとあれわからないじゃん、ビデオテープの絶対。で、これを刺しますと、はい、刺します、回します。で、火つけに行きます。ねえ、あのニートさん、私がビデオテープ見てるとは思ってないんじゃないの。で、別にあの変な液体流れてないから爆発はするかもしんないけど。これルーカスが真剣に考えたと思った愛が詰まってるよね。やだな、それ。そんな、おお、待って、普通に攻撃として食らうじゃん、このクソ野郎が。イエイ、待って、何それは聞いてない。何、次元爆弾？待って、これ、あ、待って、あ、そうか、だからここ外すんだ。じゃ、待って、外しててよかっただよね、よかったよかったよかった。え、待って、でもこれどんくらい離れたらいいの、こんくらいでいいの、え、どんくらい。お、イラついてる。ナイスー。いいよ、今日はいい調子よ。てか、どっからそんな爆弾、え、上、どっから投げ込んできた今。信じられん、本当に。え、ここ行くの、え、あっちっちってならん、これなるよな。え、ここにいたってこと。あ、すごい苦しそう、苦しそう、苦しそう、苦しそうだ。で、ミア、うん、ミア、本当だ、ミア、ミアは生きてるよ。お前は誰だ、どこにいる。私たちはその部屋を出た桟橋の先を、急いで、船。さてさて、イーサン、お前は何がしたいんだ。
お前をぶっ殺す。だがしばしお預けだ。今はまだな。そうかよ。いいか、さっきの爆弾でネタ切れって言うんならもうおとなしく。いや、それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。サプライズが多いんだよな。でもとりあえずこれで D 型被験体ゲット。オッケー。で、見つけたぞ。セーブポイントだ。見取り図でちょっと荷物をね取らないと。待って、これ持ってきちゃった。わら人形とか。わら人形いらないな。いや、望遠鏡もいらないな。無駄に持ってきちゃった。赤レンガさん、こんばんは。いらっしゃいませ。何が欲しいかな。とりあえず回復薬、ナイフ、グレネードランチャー使うかな。でもハンドガン、弾が少なすぎるんだよな。もうなんだったらバーナー持ってっちゃう。で、薬液とハーブ、バーナー使えるかな。マグナム、あれ、マグナムって私持ってた。でもマグナム持ってなくない。ショットガンか。マグナム、そうか、あのコインが必要なとこなんだ。じゃあダメだ。じゃあショットガンはないからダメだ。グレネードランチャーを持ってきましょうくらいかな。回復薬1個しかないけど、で行きましょうかね。よし。あ、リメマルさん、ありがとうございます。おつわらです。おやすみなさい。よし。オートセーブ開いた。あー、はいはいはい、ここに繋がるんだ。え、待って、クランク必要系じゃない。戻ります。クランクまだ必要だったんだ。もう知ら、なんか必要ないかと思ってた。よし、バーナーの燃料、あ、確かに確認しよう。持ってなかった。ありがとうございます。さすが、分かってらっしゃる。バーナーの燃料を持たないと。せっかくね、持ってもこれだくらいかな。くらいっぽいですね。よし、 OK、 これでバッチリ。アロチュー友人、本当にもう助けにしかなってない。本当にありがとうございます。本当で、クランクつけて、オッケー。待ってろ、ミア。虫とか出てこないよね。なんか静かすぎて怖い。え、ここ分かれてる？いや、分かれてないか。一本道。はあ、ここ分かれてる、分かれてる。で、どっちから行こうか。ちょっと一旦こっちから行こうか。あ、いや、行けない。ここ行けないんだ。じゃあ右しか行けないわ。
これを左。やっとミヤさんに会えますね、本当に。怖いけど、え、こっち何？静か。え、ここも爆発しない？いや、でも弾ないんだよね。バーナーで炙る？あ、ここにもクランクあるじゃん。あ、はいはいはい、そこのやつね。ちょっとここは、こう、あ、オッケーオッケーオッケー、ショットガンありがたい。こっちか。あれ違う、私ショットガン持ってこなかったわ。なかったから弾が。あそこなんだ。やばい、それはやばい。逃げろ、逃げられん。待って待って待って、うちゃうちゃ、これ走ってる？走ってなくない？走ってんだよこれ。いやー、いやー、銃がなさすぎる。あ、バーナー、バーナー意味あったんかな。そう、もう私は逃げのアロマです。銃が、弾がない。ショットガン、ショットガンもありがたいけど、ガンパウダー、あ、これで作れるんじゃない。はあ、やっと10個だけど、よし。で、ショットガン手に入れたから、ショットガンにしようかね。ショットガン、はいはい。で、バーナー使うかな、結局。ちょっとバーナー外すか、一回。で、使うとき入れ替える時間あるかわかんないけど。ボス戦来そうなくらいアイテムくれる。来るかな。そろそろニートで、とりあえずいいかな。精神刺激薬、あ、グレネード用のでも待って、グレネード用の、そうだよね、グレネード用の被弾やばいね。あ、ゴーさん、コンアロマいらっしゃい。グレネード使うのかとうとう。取っといてよかったかもしんないね。はあ、ニートはどうかな、すんなりいくかな。ニートチェーンソーと虫使ってきそうは、やばくないそれは。ボートハウスはさ、この先なんだよね多分。あ、ここ取ればよかった、全然見てなかった。グレネードランチャーにしてた方がいいんかな。怖っ。ハンドレ死んじゃったか。もうそれあれだね、一番最初だね。よく覚えてるな、むしろ名前。あ、いた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 。ミヤ、ミヤ、ミヤ、あれ、え、え、どういうこと、しゃがまないとダメ。あ、おお、疲れてるね。そりゃそうだよね。え、で、あ、ゾイか。ゾイ、俺は後にして。今は時間がない。材料は両方持ってきたの。持ってきてないから、これリュックじゃないんだ。持ってきてないから怒られちゃった。戻ります。すいませんでした。
アンドレは忘れるんだ。そうだね、あいつはいいやつだったよ、本当に間違いない。それはハーブ、ハーブもいいな。でクランクもさすがに使わんでしょかな。で D 型被検体と、はいはいはい、これらがあるから大丈夫かな。切れられた。じゃあもう一回セーブしとこう。だってこれなんかまた来そうだもんね。絶対そんなすんなりさ帰らせてくんない。これがこれがそうアロマクオリティ。よし、いざ持ってきたよ。早く結成の材料を持ってきて。え、持ってきたじゃん。ここにある。おお、ね、これで作れるか。急いで作らないと。びっくりした。まずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る。もうすぐ来るわ。オッケー。二人分あるね。二人分あるんだあれ。あれで二人分なの？もうちょい作れないもんなん。てかようわかるなそれ。え、何やってるん？結成を作った後はどうするんだ？外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。え、でも結成を打たないと私たちは出られない。早くない？天才じゃん。来そうだな。行こう。ちょっと、一つは私のだよ。何それ。え、誰誰、ここで。いや、いや、待て待て待て、落ちた。え、これ銃の方がいいんか。ジャックなんこいつ。怖い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 。これ目当てる系でしょ絶対。いやどうしよう、グレネードランチャーとかめっちゃ使いたいけど。怖い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 。ここがチャンス。近いな。え、これ上上がった方がいいんかな。いやいやきついな。どうやって避ければいいんだろう。え、待って、私回復薬ない、もしや。嘘でしょ。いやこれ積んだ。なんで回復薬ないの私。リロードもしてない。回復薬が、あ、回復薬がないです。先生、回復薬が。なんでこんなに回復薬がないんでしょうか。 そんな使ったっけ。うわ、ちょっと待って、どこから来るのか分かんなかった今。ちょ待って待って待って。え、どグレネードランチャー。あ、やばい、それはあ、やっぱり
待って、あの回復薬を持ってくよ。ちょっとなんで私回復薬なかったん？っていうか、あ、無限の再生力を誇るジャックも全ての上に力が及ぶわけではない。だからそうだよね、光る目玉を。待って、ここからじゃない、ここからじゃない、ここからだったら無理だって。ちょっと待って、回復薬がないんだって。バーナーか、確かにバーナー効くかもしれない。バーナーやってみるね。なんでこれで大丈夫か。あー、やばい、グレネードライチャー使っちゃった。あれ、バーナー私持ってきてない、もしや。いや、グレネードランチャー強すぎん？おい、すくむぞ、ジャック。痛い。グレネードランチャーで死なん、さすがに無理か。もったいないかな。当たってないか。強グレネードランチャーで削って、いや、ゲーム中断してロードするか。ちょっと一旦そうしよう。だって回復薬がないんだもんでも回復薬作れなかったか。あれをでもグレネードランチャーでな、なんとかいけないかな。あれでかい方がかえって気持ち悪くない？確かに。あ、ここが長いんだよね。でもついに D 型被験体の頭部を奪取しましたね。はい、これで結成の材料は揃った。言ったんですけれども、なかなかね、なかなか難しいところで。お水タイム入ろうかな。よし。え、待って待って待って、ちょ待って、違う、そういうこと違う、最新のデータってそこじゃないんだわ。なんでだよおかしいでしょもうやだー、グレネードランチを使おうとりあえず、あ、いや、それは加えたくない。おい、すごいぞ、ジャック。痛いな。よいしょ。で、ハーブ使ってこの間にちょっと隙間回復を挟んで、一発で壊れてくれればいいんだけどな。当たってないのか。微妙にずれてんだよね、きっと。
落ちちゃった。いた。いやいや、それはきついな。そう言われましても、やっぱ上上がるか。反対？あ、やばい。だからなんでそこ落ちるん？なんかあんのか。よいしょ。うわ、来そうだよね。いや、どうしたらいいかな。ここでもう一発食らったら死んじゃいそう。あとどこやってない？後ろ。いや、来るな。あと何個くらいあるかな。目玉隠れてんだよね。それのはずだった。どこにある？下か。そっか、これをこっちにして。うわっ、それは聞いてないよ。嘘、あいつ変な液体も出すんだって。ちょっとごめん、あのね、あれ、あれ、でもさ、私ちゃんとロードのとこに戻ったよね。コンティニュー、あ、違う、こっちにしないといけないのか。これだ、これだ。これのオートセーブになっちゃダメだからこっちにしよう。はいはいはい、こっちだね。これで次はいけるでしょう。間違いないね。これでね。いやー、グレネードランチャーでも使うのもったいないかな。ね、回復取りに行こう。てか、なんで私さ、あんな準備 OK みたいな感じで回復薬ないんだろう。おかしくない？回復薬あると思ったんだけどな。作れなかったんかな、もしや。だとしたら戻ったとしても作れないかもしれない。薬液なかったっけ？うん。なんか目が隠れてるとこがさ、当てづらいよね、やっぱり。なかなか。準備 OK、大嘘。え？こんなあった？で、これはここは取ってることになってるんだ。あんなさ、こんな目の前にあんなあったっけ。まあでもこれで作れるから、とりあえず回復10。いや、回復しか作れないな。あ、ガンパウダー手に入れればいけるか。違う、だからガンパウダーがないんだったわ。外れてた。グレネード用、分離剤、バーナーってさ、分離したら、あ、無理なんか。薬液、
や、これは戻すかね。回復大事だよね。で、これで回復、まあ、2個はあるからいいとして、で、OK かな。さすがにこれで OK じゃない？回復持ったでしょ。ハンドガンの弾、グレネード用ショットガン、はいはいはい。で、いざという時のバーナーもあると。あ、おつあろです、ありがとうございます。はあ、ここ終わったらやめようかな。さすがにね。最初何で言ってた方がいいかな。これか、これの方がいいかな。キッチンにベイクドパウダー、ここキッチンあったっけ。キッチンってどこのキッチン。いや、し、遠足の準備できた。オッケー。パウダー違いか、そっか。嘘、これラストボスじゃなくない？まだあったような気がするけどな、私見た気がする。なんかこっちか、まだあった気がような、気がような、気がしたような。ここにある。これで作れるか。急いで作らないとまずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る、もうすぐ来るわ。オッケー、二人分あるね。ね、なんかまだあったような気がする。もうさ、前に見たからわりかしおぼろげだけど。結成を作った後はどうするんだ。外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。でも結成を打たないと私たちは出られない。じゃあネタをさ、信じる時と信じない時はあるんだけど、今のは信じちゃった。ちょっと、そっか、ベーキングパウダーあるんだって思って。微妙には食らっちゃうんだよね。ここにずっといる。でもここにずっといるのが安心な気がする。最初のうちはね。あ、でも結構食らうな。ちょっと移動するか。食らうな。バーナーで炙った方がいいんかな。うわー、出た。
っちゃった。どっちゃかな。ここだと。尻尾？やばい、痛い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 。痛い痛い痛い、もうないかも。あるしっぽみたいなとこあるけど、あそこだね。いやでも結構どうしようって感じだよね。いや厳しいな、これも厳しいな。あそこでやんない方がいいんかな。でもあそこでさ結構削れるよね。でもガードしつつ逃げた方がいいのか。あ、白うさぎさん、明日早いので落ちます、ありがとうございました、ここまで付き合っていただいて。おつやろです。いけそうなんだけどね。昨日よりは全然なんかいけそうな感じね、全然するんだけど、私のエイム能力が。おい、すごいぞジャック。当たってない。痛い、今の当たっちゃったんだ。ちょっと上上がった方がでも打ちやすいとこもあるんだろうけど、ちょっと一回登るか。でも入ってくんだよね、そのうち変なの、変なの。焼くか。でもとりあえずまださ、グレネードランチャーあるから。これ当たってないんかな。おお、上がってきたー。
今がチャンスじゃない。あとどこだ。捕まえてやるぞ。あそこっぽい。あとどこだ。そこっぽい。当たらん。痛い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 。どこ？あったあったあった。どういうことなの。痛い。なんじゃない。さすがにもう終わりだろう。はあ、よかった。やったー、やったよみんな。危なかったね。もう瀕死だよ。また、はあ、グレネードランチャーがないときつかったかもしれない。ここ上がれないんかな。あそこ取りたかったけど、ちょっとそれどころじゃなかったな、私の。びっくりした。終わってないの。もう瀕死です。消せ落ちなんでそんな冷静なの。やばくない。仮にもだってあなたのお父さんだった人でしょ。あ、そうだよね。結成もう一つしかない。あの、どなたか回復薬をお持ちじゃありませんか。私も今誰からも食らえない状態ですよね、これきっと。なさそうです。血清を使った。あと1本しかない。そうだよね。残ったのは一つだけ。一人分しかないなんて。てか、イーサンどうすればいいの。イーサンはいいんだ、血清打たなくても大丈夫なんだ。え来たよ来たよ、これ、この選択。甘えるな、甘ったれるなってる。ごめんなさい、だって回復力がさ、これは
これはね、間違いなくミア。だって奥さんだよ。いいんだ。逃げるなんて考えがバカだった。あ、なんかそう言われちゃうと。二人ともさっさと行って。一緒に行こう。ごめんよ。誰か治療できる人がいる。助けてくれたんだけど。ここから離れられないんだよ。助けを送る。そんなのいらない。誰も助けになんか来ないくせに。ごめんよ。ちょっと待って、ルーカスは選択肢にないんかはやばいでしょ。ね、あ、でもそうそう、でもさ、そう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 、でもそういうことだよね。そう、ルーカスはさ、でもさ、ルーカスはさ、そこ選択肢にあったらさ、どんな恋愛ゲームってなんないでも。ありがとう。他に誰を選ぶっていうんだ。いいさ。恋愛ゲームっぽい感じだね。辛いのは分かってる。お母さんはだってもうさすがにいなくない？君が関係してるんじゃないのか。ルーカス。なあ、本当のことを言ってくれ。イーサン、本当に何も覚えてないのよ。頼むよ。思い出すのかな、そのうち。ルーカスをしたのは何なの？あのなんかさ、絵のやつかな。おばあちゃんという選択肢。みんな家族大好きだね。いいことだと思う、私も。でもほら、ミアが一番の家族だから。アンドレもいるだろう、いい加減にしろ。待て、どういうこと。いや、思ったんだよ。こんなさ、でかいさ、川なんかなんかわからんけどさ、あって、何の生き物も住んでないのって思った。こっちだよ。え？あ、ミアになってる、視点が。ちょっと待って、セーブデータ来たら今日そこでやめるね。ここ一応オートセーブは入ってるけど。イーサン、配線何もなさそうだよね。イーサンっておばあちゃんとかも言うのかな。怖くない？そんな急にあのさ、白目の状態で。おっ、これいいじゃん。あ、これいいじゃん。これ、E さん攻略ルート入りましたかね。でも、なんか吸い込まれていった方はさすがにいけない。何も持ってないよね、だって。何か持ってる。謎の小瓶。ベイカー家で目を覚ました時にポケットに入っていた謎の小瓶。何か大事なもののような気がする。硬そうだな、ここ。ミアの力で大丈夫？お、いけるね。力持ちだ、意外と。
てきてもそれこそ逃げるしかないけどね。いやー出てこないでほしいな。でママママって呼ばれてたけど、いやここも広そうだな。ここ行けないね、行けない。思い出し作業みたいなこと？今のは何なの？わかんないです。あらすじ、なんやかんやありまして、なんかそのおじさんの最終形態みたいなやつと戦って、なんとか3回目くらいで、あのゲームオーバーでねして、なんとか3回目くらいで勝って、だけどなんかあまりにしつこいから、そいつに結成を使わないといけなくなったんですよ。2本しかない結成を。でそいつに使ったがために、ミヤかゾイどちらかの結成っていうかね、結成が1つしかないからね、どちらかにしか使えないっていう状況に迫られて、私はミヤを選択しましたね。でミヤとイーさんは船で逃げてた途中に、なんかまたよくわかんないけど変なタコみたいなやつに襲われたのかな。でそしたらなんかミヤになってました。なにこれ。ミヤさんはね、そう記憶がないから、いやこれ、いや人だったやつだよね絶対。全部黒い。ベノムっていうの。あった。これ思い出し作業中なんかな今。なんもないの？あ、なんもないんかい。ちょっと期待しちゃった。なんかある？いやなんもないわ。で？ここは？あ、ここ行けないんだ。みんな死んでるんだ。いやなんかこの階層ちょっとびっくりする。なるほどね、そっち、あ、さっきの繊維のここに行けってことね。あ狭いな、狭いね。そう今宮視点でも宮さんの声かわいいね、いい感じ、私の耳にもよく聞こえています。え行き止まりだよね。嘘、行き止まりだよね。あーここ見えないんだ。とりあえず行けそうなとこ進んで、あなんか下降りれそう。新しいバイオもそう、なんかね、そう E さんらしいですよ。だからすごい気になるよね、あの続編みたいなねことだから。これの拾ない、え、あっちは何もない？ある？いや、でも行けない、行けそうにない。え、なんだっけな、最新作は娘さんが誘拐されちゃうんだっけ？だからその娘さんを探しに行ってた気がする。乗員名簿。はあ、覚えられません。俺はあいつのパパなんかじゃない。
いやここでもさ、だから家族を求めていたわけでしょきっと。あ、そう、バイオハザードビレッジ最新作ですね、5月8日発売かな。うん、なんもない。ああ、何何か書いてる。あいつが俺の中にいる、あいつがみんなの中にいる。インサイドミーだって。イーさんがいると恋愛ゲーム始まっちゃうから。イーさんどういう存在なんマジで。アンドレ死んじゃったよ。おお、そうだ、アンドレはもう、あいつは忘れよ、いいやつだってよ、あいつは本当に。序盤からすごいね、記憶を残して何？うーん、船だ。え、待って、これどっち？あ、どっちとか思ったけど、違うわ、こっち普通に行き止まりだった。ここ行けるのかと思っちゃった空の旅になっちゃうね。いやー、ここ、うぅ、女の子だね多分、やっぱり。あ、ママって。思い出してきた？可愛らしい声をしてらっしゃるのに。あなたは誰？すごい、なんかホラーゲームで永遠とストーカーしてきそうなタイプの子だ。ねえ、肌綺麗だよね本当に。いいな、そんなスキンケアが気になりますね本当に。階段？保安官、保安官さ、保安官多分もう最後の時点で結構点火始まってたから、もうそろそろね、あの人としての性はちょっと尽きちゃったのかもしれないね、もしかしたらね。え、ここ行けるの？え、どういうこと？え、下下下ね。ちょっとそういうこと早めに言ってくんないとさ。何何、なんか今音がさ、え、これ、あ、こっちか。ジョージはもう帰ってこない。ジョージ、ジョージね、なんか一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ。あ、おつあらです、ありがとうございます。ちょ、なかなかセーブデータが来なくて申し訳ない。私も待つのは嫌なの。息が欲しいです、そろそろ。まだ続けてほしい、本当ですか。ハーブあった。これめっちゃ開けた、ナイフない。恋愛ゲームだったらはるかにもっとなんか、私、なに、なんか動いてない？あ、いるいるいる、なんかいる、なんかいるじゃん。武器ないんですけど、ここいけるの？いけそう？いや、いけないんだ。なんだ、いやー、どうしよう。敵いる？いない？薬液で回復薬だけ作っちゃって、
なんかヒューズあるちょ待ってね、ヒューズそっちにあるんだけど、どうしよう。いや、なんかいて、なんかいる。いや、回復薬あるから逃げて、いや、それは早い。ちょ待って待って待って、ちょっと構えてる、だって話が違いますよ。そりゃいるんだよな。え、あいつ永遠と徘徊してるの。あと行ってない部屋、ここは行けなさそうじゃん。で、ここにヒューズが必要なんだ。だからえ、どっかで必ず銃とか手に入るはずでしょ。バレた。いや、いる。入る。ここ自動ドアじゃないの？ここと自動ドア、ここ自動ドアにしてほしい。何？多分俺たちは助からない。せめて何が起こったのかだけでも記しておく。昨日は夜シフトだったんで、昼間は仮眠室で寝ていた。夢うつつに子供、女の子の声を聞いたような気がする。気のせいだったかもしれない。19時半ごろ、やけに廊下が騒がしいんで目が覚めた。機関士のドルがおざめた顔で入ってきて、下で何かあったらしい、暴動かもしれんと言った。ドルは様子を見に出て行ったが、それきり戻らなかった。19時50分頃、誰かの悲鳴。洗濯場を見に行くと、黒い化け物がクラークを食っていた。あいつは振り返ると、サメみたいな歯をガチガチ言わせてこっちに向かってきた。俺は女みたいにわめいて逃げた。今また仮眠室で震えながらこれを書いてる。何匹も化け物が廊下をうろついてる。時折誰かの悲鳴が聞こえるが、もう見に行くつもりはない。俺にかけるのはこれだけだ。ジョバンニもいいやつだったんだな。とりあえず回復な、一個しかないからな。銃手に入んないわけなくない？この状況でミアって銃使えないとかあんのかな。あ、眠いから落ちる、おつわろです、ありがとうございます。ほら、だってハンドガンの弾とか落ちてるってことはさ、絶対どっかに銃あったんだよね。見逃した？ジャネットへ。いや、元気？この手紙が届く頃には半年ぶりくらいか。こっちは毎日海ばっかり、もううんざりだよ。変わったことといえば、今回は珍しくお客さんが同乗してるんだ。女の子連れの夫婦で、船長の遠い親戚らしい。タンカーで船旅なんてよほどお金に困ってるとか？さっき女の子に声をかけたら、横にいた父親にすごい目で睨まれちゃったよ。何をピリピリしてんだか。そういえば船長、身寄りがないって言ってたような。考えすぎか。早く会いたいよ、愛してる。え、本当にないな。あと右のとこ入ってないんだよね。いる？いける。いや、いけない。え？銃はどこですか？あっち側の奥行きたいね。めっちゃいる方ネタバレですが、アンドレは来てます。本当に？嘘つけ。ここのまっすぐ行って右で行けなかったっけ。あそこさ、調べてないと思うんだよね。あ、いや、調べてる？ここ。あ、やっ
セーブデータある、セーブデータある、セーブ、来たー、待ってたね。やっぱハンドガンが大事ですわ。よし、じゃあここで霧よく終わろうかな。ハンドガンゲットできたし、回復は1個しかないのがちょっと心もとないですが、そうですね、セーブして、よし、 OK かな。ただいまの時刻11時19分。まあ昨日よりは短いかな。まあでもこれが多分ちょうどいいねタイミングだと思うんでね、ここら辺でやめときますか。どうだった今日も。なんかでも今日はさ、昨日と違ってまださ、あれだよね、わりかしボス戦とかスムーズな方だったかな。でも最後のね、なんか目がうじゃうじゃいるやつはね、なんか回復薬の私のアロマクオリティがちょっと出ちゃって申し訳なかったんですけれども、楽しかったですか。あー楽しかった、ありがとうね。結構かなり進んだんじゃないかなと思いますが、あとどんくらいでいけるかな。明日明後日とかまでかかっちゃうかな。面白かった、ありがとうございます、よかったです。動きがスムーズすぎて目が離せませんでした。本当ですか、いやよかった。そんな、なんかもうこんな初心者ですからねえ、なんか見てくれたら嬉しいです。楽しかった、ありがとうございます。え、次回最終回まで来るかな、どうだろう。次回最終回来たら、そうだな、次ね何やろうかな、ちょっと考えときますね、ちゃんと。ハンドリの魂が大事だった、楽しかった、ありがとうございます。よし、じゃあ今日はここまでで、明日また、20時30分からやろうと思います。あ、そうだそうだ、あと一つ大事なことを。どんどん上達してる、ありがとうございます。大事な、そうだ、お知らせなんですけど、桜のレディオあったじゃないですか。で、あれ多分勘違いしてらっしゃる方が多くいらっしゃるかもしれないということで、私も再度ちゃんとね告知をさせていただきたいんですけれども、生配信でやるっていうよりかは、動画を私がお便りいただくじゃないですか。そのお便りをもとに自分で動画を作って、その動画をアップするよっていうことなんですよ。なので、なんだろう、例えば生配信で、なんだろうな、歌ってほしいとか、まあそういうのも確かにお願いのうちに入るんですけど、生配信ができないので、まあ歌ってみたもいつかはやってみたいとは思ってるんですけど、そのあくまでその桜のラジオでレディオね、レディオとして、まあそのお便りに、まあ、褒めてほしい、こういうことを褒めてほしいですっていう内容を私が最大限、まあ、褒めるとか、まあそんな感じなんで、ちょっとね動画を作れる感じのを送っていただけると非常にありがたいですっていう、多分生配信とね勘違いされていらっしゃる方も何人かもしかしたらいらっしゃるかなって思ったので、一応念のため再度の告知でした。はい、というわけで、ではまた明日20時30分からお付き合いいただけますと嬉しいですということで、ここら辺でおつやろしますかね。はい、了解です、ありがとうございます。収録形式、そうです、収録形式でございます。あれなんですよ、そう、しかもまだどんくらいかは正確にはちょっと決めてないので何とも言えないんですけど、結構長めの動画にしようと思ってます。ショート動画とは打って変わって、なんかそれがなんですよ、寝落ち動画みたいな感じなんでね、はい、ぜひ寝る前に聞いてそのまま寝落ちしていただくという動画のコンセプトなので、はい、了解しました、ありがとうございます。ではではここら辺で失礼させていただきますね。はい、ちゃんとエコーつけてよし、おつやろー。
おやすみー。